ヤマハスタジアムでお集まりの皆さん、こんにちは。スタジアム DJ 杉山直です。さて、戻ってきましたよ、ここに。J1 リーグ第一節のヴィッセル神戸戦に先立ちまして、今日はスペシャルイベント、ジュビロ磐田 OB ドゥンガさんのトークショーを実施します。お迎えしましょう、ドゥンガさんです。そしてトークショーを相手していただきますのは、トップチームマネジメント部リエゾンの山西隆弘さんです。いいですね。さあ、ここで改めてになりますが、ドゥンガさんのご紹介を簡単にさせていただきます。1963年ブラジル出身で、1995年のシーズンから98年シーズンまでこのジュビロ磐田でプレーをいたしまして、1997シーズンセカンドステージでのリーグ初優勝など、数々のタイトル獲得に至るクラブの礎を築いていただきました。ブラジル代表選手としては91試合出場6得点、また監督としても2度にわたりブラジル代表を率いていらっしゃいます。山西さんはそんなドゥンガさんと4シーズンチームメイトとして戦っていらっしゃるということでございますね。もうなんか笑い声が出てます、ね、いや、その辺はまた後ほど。ドゥンガさん、一言お願いいたします。Um prazer voltar a Iwata, né? Apesar de estar no Brasil, meu coração, uma parte ficou aqui, estou sempre torcendo pelo Júbilo. またここに戻ってこられてとても嬉しいです。で、自分は今ブラジルに住んではいるけれど、心の一部はいつもここに置いておいて、でブラジルからいつも応援しています。嬉しいな。そして山西さん、お帰りなさい。12年ぶりに帰ってきました。なんかさ、前よりかっこよくなって帰ってきたね。そんなことないです。ありがとうございます。さあ、そんなお二人と早速トークショーを始めていきたいと思いますけれども、まずはドゥンガさん、あの1995年の、まあ、加入していただいた当時のジュビロ磐田について、このチームどんな印象をお持ちでしたか？Foi o melhor, o primeiro jogo contra Lazio, né? Eu vi que a atmosfera, os torcedores apoiavam, tinha bons jogadores, já pensava em ganhar pelo Júbilo, em ser campeão.た時からサポーターの熱い応援とか、あのチーム全体の雰囲気とか、といい選手がたくさんいるっていうのを見て、もうあのこれは優勝できるチームだということを確信しました。そうですか。やはり我々としてはね、やっぱりあのブラジル代表のドゥンガさんが来てくれるっていうだけで、もう身が引き締まるというか、そんな思いでお迎えしたんですけれどもね、そんな風に思ってていただいてるとは思いませんでしたけど、山西さん、ちょうどあれだよね、山西さん入団の年にドゥンガさんも入っていらっしゃったって感じですよね。そうですね。ドゥンガさんって最初の印象どうでした？やっぱり怖かった？怖かったです。あの95年じゃないね、はい、山西さんも入団した時って、はい、その時にもういきなりドゥンガさんと会ったの？自分はあの2年ぐらいあんまりあのサテライトにいたのでお会いすることは少なかったんですけど、うん、はい、97年からはたくさん怒られました。怒られた？はい、相当怒られた。はい、ドゥンガ怒る。あ、相当怒られたって、あの僕もね、ドゥンガさんはよく怒ってたとかよく怒られたっていう選手を存じ上げてるんですが、ドゥンガさんからご覧になって、こいつはよく怒ったなとか、あるいは印象に残ってる選手だとかいれば、ちょっとお聞かせいただきたいんです。Koga sofreu bastante, né? Koga e a Fukunishi. Porque eu acreditava que eles podiam jogar mais, que eles tinham mais capacidade, né? E tinham que ficar mais concentrado para jogar melhor.
古賀選手、福西選手のことはすごい怒ったんだけど、それは彼らがもっと良くなれるということが分かっていたから、そのために怒ったんだ。あ、福西選手、福西さん今日ここに来てんじゃないかな、どっかに今日来てんじゃないかと思うんですが、よく怒った。そうです。他にもどうですか、印象に残ってる選手っていらっしゃいますか。Ah, todo mundo sofreu, né? Se não fazia a função que nós tinha treinado, que o treinador tinha combinado, cada um tinha que dar mais de 100% no campo. Nós tinha que ganhar. O Júbilo tinha que vencer. Tinha muito bons jogadores. みんな自分に叱られることについて、まあ、苦しんだんじゃないかな。だって練習でやったことをピッチでやれていない、 できるのにやっていないのを見ると、まずはその人を怒るというよりは、やれてないことについての役割を果たせということで怒っていた。とにかくみんないい選手なんだから絶対できるって分かっていたから、まあ、ベストを尽くせっていう意味で怒っていたんだ。なるほどね。印象に残る選手に山西っていう声が出てきませんでしたけども。あ、です。思い出しました。今思い出しましたね。山は、あ、山なんて気が作っちゃった、ごめん。いいえ、やっぱり怒られた記憶ってある。怒られた記憶しかないですね。それさ、練習中に怒られるの、それとも試合に出て怒られるの。両方です。やっぱり両方怒られるんだ、はい。で、今も言ったみたいに、今ドゥンカさんがおっしゃったけど、練習中できてるにもかかわらず本番でできて、本番で試合にできてない、それで怒られるの。練習もできてなくて本番もできてない。言ってあげてください。A gente tem que corrigir no treino, né? E depois colocar em prática no jogo. E às vezes faltava confiança para eles, né? E eu queria demonstrar que eles eram capazes, né? O Yamanishi não queria subir no ataque, o Koga não queria atacar para vencer. E eles não acreditavam muito neles. E eu tinha que fazer eles acreditar que eles eram bons.まずは練習でミスしたところをきちんと修正しなきゃいけないから叱ったのと、練習では、まあ、試合ではその練習でやったことをちゃんとピッチの中で再現しないといけないから怒ったし、でまず自分に自信を持っていないっていうのがすごく気に入らなくて、だから怖くて上がれないって、片方では古賀さんが怖くて上がれない、絶対できるんだって、その能力はあるんだっていうのが分かっていたから強く言ったんだ。だってさ、山でしたね。俺が持ったら走れって言われたのを今思い出しました。思い出した、ね、今頃思い出しました。だってさっき始まる前にもうビクビクしてたもんね、ドゥンガさんの横にいて。気が引き締まります。いや、いいこと。でもね、そうやって入ってきてくださって、ビシビシ鍛えていただいたおかげで、1997年のセカンドステージでジュビロ磐田は初優勝ということができたわけですよね。やっぱり優勝に至る、そしてその時にルンガさんも、年間最優秀選手に選ばれたんですけども、優勝することができた理由、そこへこう持ち上がっていった、まあ、理由というかね、どういったところがポイントになって優勝まで導けたんでしょうかね。Ah, o Júbilo tinha ótimos jogadores, né? Tinha bons estrangeiros, mas o que fez a diferença realmente foi que os japoneses eram muito bons, né? Acho que faltava um pouco eles acreditar na capacidade deles e jogar sempre para vencer. Qualquer jogo, entrava no campo, tinha que a mentalidade vencer. Eu acho que esse espírito que eles conseguiram pegar, né, de confiança e jogar para vencer.まずジュビロにはいい外国人選手たちがいっぱいいたんだけれど、何が良かったって、日本人選手たちがすごく良かったからだ。ただその自分たちの力を信じればいいっていう、もっと自信を持てばいいっていうところをすごく言って、それでみんな自分自身を信じてプレーできるようになった。
で、そのためには勝者のメンタリティで絶対勝つんだってい こうスピリットをみんなに植え付けてほしかった。そしてそれを本当に自分たちのものにしたから、全てがうまくいった。なるほどね。岩西さん、やっぱり今の話にあったように、もちろん練習で叱られるとかね、はい、強い言葉でっていうのはあったと思うんだけども、それは全部こう優勝するためというか、強い力を持つためっていうのは、それは感じましたか？いや、もうそこですよね。今、うん、勝者のメンタリティっていう、うん、話ありましたけど、もうそれをジュビロに注入してもらったなっていう、うん、はい、そこにつきます。まあ、当時ね、本当にまあまあ名だたる選手たちが大勢いたじゃないですか、ジビルにもね。山西さんの中でも特に、まあ、この選手がいたから、まあ、もちろんドゥーガさんに鍛えられて、この選手がいたからとか、この選手がやっぱり優勝に貢献したなっていう選手ってのは、何か記憶に残る選手いますか？みんなですよね。あの時確かにそうだよね、はい、一人一人がすごかったもんね。そうですね、なんかそこにこう甘えを許さなかった、カルロスがいたんでね、はい、どんなにね、すごくもう本当にいい選手、日本人、今おっしゃっていただいた日本人のいい選手もいっぱいいたけれども、一人一人に対してどんなに優秀な名だたる選手であってもドゥンガさん手を抜かずに叱ったじゃないですか。やっぱりそこには愛情があったんでしょうね、強いね。Como eu vim como jogador aqui para mostrar para eles como era o futebol competitivo da Europa, né? E que eles eram capazes de jogar alto nível. E no início tive um pouco de dificuldade, mas daí o Fukunishi, Fujita, Katsuya vinham conversar por que eu brigava, por que eu dava bronca. Aí eu expliquei por que nós tínhamos que jogar para vencer, que o treino tinha que ser que nem o jogo, tinha que ser mais forte do que o jogo. Se a gente quisesse jogar, ganhar no jogo, nós tínhamos que treinar muito mais, nós tínhamos que ser muito melhores no treino. E aí as coisas começaram a acontecer. E eu sempre joguei com amor, eu sempre quis vencer. 最初に来た時に、このヨーロッパのレベルの高いところでプレーしていた、その経験を伝えてほしいということで来て、見たらここでもそれはできるんだということを感じた。ただすごく怒っていたので、藤田俊也さんとか勝也さんとか福西さんが、なんでそんなにいつも怒ってばかりいるのって言ってきた時に、いや、勝たなきゃいけないからだと。で、練習は試合以上の、勝つんだと、闘争力、競争力を持って練習しないといけないんだ。じゃあ試合は練習でベストを尽くした以上のベストを尽くさなきゃいけないんだ。そういうことでみんなで、やっていったんだ。なるほど、そうですか。さあ、ジュビロ磐田は今年 J1 に復帰しまして、ここからいよいよまたタイトルを狙っていく戦いが始まるんですけれどもね、まさに、ドゥンガさんがいらっしゃった95年から97年の優勝に向けた時のように、これから優勝に向かってっていう感じなんですが、今のこのジュビロ、必要なことって何だと思われますか？Quando a gente não consegue o que a gente quer, o nosso resultado, o outro dia a gente tem que trabalhar muito mais, tem que ser muito mais eficiente, muito mais competente, né? Então o Júbilo agora está na J1, não pode se contentar só de estar na J1, tem que jogar para vencer. E para jogar para vencer, muito trabalho e cada dia ser melhor. 試合をやって、でその結果が思うようにいかなかった時にはもっとやらなきゃいけない。で、例えば今 J1 に復帰した、そこで満足してはいけない。 J1 に復帰してこの試合に勝つんだ、これに勝ったら次の試合はもっとよくやってもっといい結果を出さなきゃいけないんだということで、一試合一試合、今何が足りないかというより一試合一試合をもっとよくもっとよくということで、戦っていくことだと。Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Não tem que pensar no próximo, tem que pensar hoje, tem que vencer hoje. 試合ごとにその試合は決勝なんだ、これで全てが決まるんだと。だから次の試合までに、あの試合までにっていう考えじゃなくて、今日勝たなかったらもう次はない。そう。
そういう意味では今日の試合、去年のチャンピオンですからね、今日の試合大切ですよね。É difícil como todos os jogos, né? E quem quer ser campeão tem que enfrentar todos os adversários. E sim, o Vício foi campeão porque mereceu. Agora o Júbilo tem que fazer por merecer. まあ、どの試合がでも難しいように今日の試合も難しいで、どの相手も大変なように、この試合もこの相手も大変だと、でヴィッセルが優勝したんであればそれに値する試合をしたから優勝したんだ、でも今はジュビロが優勝するのに値する試合をしなくちゃいけないんだ。なるほど、いい言葉ですよね。山西さん、勝者のメンタリティですよね。勝者のメンタリティ。ところで山西さんは、はい、今シーズンからリエゾンという、ね、はい、お立場になったんですが、これはどういう立場なんですか。橋渡しですね。もうさまざまな橋渡しを、はい、貢献していきたいなというふうに思います。あ、なるほどね。そういう意味でもやっぱりこれからのジュビロ、タイトルを目指していくジュビロに何が必要だっていうふうに、はい、山西さんご自身からはどんなふうに思いますか。もう勝利への飽くなき追求ですよね。もう勝者のメンタリティ、うん、そこにどれだけ、はい、貪欲になれるかじゃないかなというふうに思います。なるほどね。そのためにもいろいろな橋渡し、それは例えば、チームと選手、はい、あるいはサポーターと選手とか、はい、いろんな意味でってことでいいんですか。そうですね、ドゥンガとジュビロって。あ、なるほどね、はい、ここそういう橋渡しもね、自分が怒られることで。あ、まず怒られる。はい、橋渡し。あ、今日もちょっと怒られた方がいいかもしれないね。そうですね。で今回ね、ドゥンガさん来日されて、で練習もご覧になったと思うんですけども、練習では怒りませんでしたか。Ainda não, só estou observando. É um time novo, né? Tem formação, tem uma boa atmosfera, tem alegria no entre os jogadores, né? Então, aos poucos vai se criando um espírito de equipe, né?まだ怒ってないけど、チームは新しくできたばかりだし、その中ではすごくいい雰囲気でやってるし、幸せな気持ちで練習してるのが分かったから、その中で少しずつ勝っていくチームになってくれたらいい。なるほど。でも今日この開幕戦にドゥンガさんにお越しいただいたっていうことは、選手にとってもそれからサポーター皆さんにとっても強い刺激になったと思いますし、いい力添えになったんじゃないですかね。心強いですよね。ねえ、さあこれからいよいよ強いジュビロになるための新しいスタートラインということでございます。今も申し上げましたが、今日の対戦相手は去年のチャンピオンチームヴィッセル神戸さんということで、勝利に向けて最後にドゥンガさん、チームそれからサポーターの皆さんに一言お願いいたします。O Júbilo para voltar a ser campeão, né? Todo mundo tem que jogar junto, todo mundo tem que puxar para o mesmo lado e cada um ser melhor a cada dia, né? Eu vou estar no Brasil, vou estar torcendo pelo Júbilo.まあ、今日から始まる中で、一人一人がベストを尽くし、でもみんなが同じ方向を向いて、みんなで優勝に向けてチームを引っ張っていかなきゃいけない。だからここでみんなで頑張って、その後自分は一旦ブラジルに戻るけれど、これからもずっと応援しているからと。ありがとうございます。山西さん、山西さんからもサポーターの皆さんに、もうぜひこの素晴らしいスタジアムで、もう素晴らしいゲームを、でいい1年になるような予感させるようなね、ゲームをしてくれると思いますんで、ぜひ熱い声援をみんなで送りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、いよいよ新しいシーズンが始まりました。本当に今日お越しいただいてありがとうございました。ドゥガさんにもう一度大きな拍手。